動画をご覧いただきありがとうございます。早坂剛です。今回はですね、オレンジメールを紹介したいと思います。僕は普段は地味に工場で働いています。そして隙間時間を利用していろいろやっています。よろしくお願いします。転売、せどり、ブログ、YouTube などインターネットを使っていろいろやってきました。でもですね、いつまでも同じことばかりやっていても進歩がないので、メルマガをですね始めたいと思っています。メルマガの配信は、前にですねやったことがありました。はい、その時にオレンジメールというですねメルマガスタンドを使っていました。なのでそれをね使っていこうかなと思っています。ということで今回はですねそのオレンジメールをご紹介したいと思います。このオレンジメールには5つのプランが用意されています。そのうちの1つに無料で使えるプランがあります。登録アドレスが100件までという条件で、配信したメールにですね広告が入ってしまうんですけれども、最初はねこれで十分だと思います。メルマガに慣れてきて登録者が増えてきたら有料プランに切り替えればいいと思います。それから半年払い、1年払いというのがあって、それにするとですね料金が安くなるのでお得です。サイトには詳しいマニュアルが用意されているので、安心してメルマガを始めることができます。このオレンジメールは初心者にもおすすめです。無料で使えますし、メルマガをですね始めたいならこのオレンジメールから始めてみてはいかがでしょうか。今回の動画は以上となります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。では失礼します。